こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国のプサンでドローンショーの真似事を行い、技術力が足りないのでドローン2機が観客に落下したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。昨年末、釜山広海水浴場で開かれた大規模ドローンショーの途中、ドローン2台が相次いで墜落し、観覧客が負傷した事実が後になって分かった。釜山水泳区によると、昨年12月31日夕方、海水浴場で行われた年越し行事にドローン1500台が海の上に浮上した。全国最大規模で繰り広げられたドローンショーを観覧するために、海水浴場一帯に人波が集まったりもした。公演途中にドローン1台が海に落ち、しばらくしてもう1台が海辺に飛んでテーマ通りに墜落した。ドローンはテーマ通りでドローンショーを見物していた観覧客の足に落ちた。水泳区の関係者は大きな負傷ではないと聞いているとし、ドローン業者側が負傷事実を認知し病院同行を進めたが、被害者が応じなかったと把握していると伝えた。ドローンメーカー側は正確な事故原因を調べている、まだ原因究明がなされていないが、水泳区はドローンショーを継続する方針だ。水泳区は負傷者に対する賠償保証法案を講じ、原因分析を経て安全対策を用意する計画だと付け加えた。それではネットの反応です。ドローンショーは綺麗だった。安全装備をもう一度点検して続けてほしいです。でもたくさんのドローンを同時に操縦するというのもすごいね。この程度の間違いは反復的ではないので大きな被害ではなかったので、二度と繰り返されないように期待しながら多めに見よう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。